こんにちは。ねえ、柴崎ですよ。お元気ですか？はい、よかった。ねえ、もう毎日暑いんですけど。さて、今回はね、久々のあなたの絵を見て、柴崎がね、独断でお直しするコーナーの始まりです。はい。はい、ではね、今回お寄せくださった作品を見ていきましょう。はい、こちらの絵です。素晴らしいね。こう、全体に暖かいね、色でこう、まとまっていてね、平和な感じがするね。この素敵な絵を送ってくださった方、ちょっと名前見てみますね。お名前がエドワール・ペールさん。アメリカ人の方ですね。59歳。この絵のタイトルは風景となっています。どこの風景だろうね。ちょっとこう見ると、ヨーロッパのなんかアルプスのね、そんな風景にも見えるんだけど、それで正解かな。まあとにかく素敵な絵ですね。今回これを、柴崎なりに見てみるんですけども、まず最初にお断りするのは、これは柴崎がだったらこうしたいかなというね、柴崎だけの考えだからね、まあ一つの考え方方法と思ってですね、まあ楽しんでみてください。はい。で、まあ柴崎がね、もしこれを直したいなと思うのはですね、こうパッと見るとね、この辺りでね、この雄大なアルプスの風景とですね、この前景のこの風景がね、こう分かれてしまってるっていうかね、うん。だからここの中にはね、二つの絵のテーマがあるように見えるんだよね。だから柴崎はここを、この二つに見える絵のテーマを一つにまとめてみたい。って気がするんですね。はい。で、あともう一つは、ここにこう橋がこうかかってるんですけども、この橋ね、この画面とこう、こうちょっと平行っぽいというかですね、こうなってるので、この橋をもう少しうまく使って、奥行き感とかね、まあこの家の方向にこう目を向ける役目で少し使ってみようかなと今思ってます。はい、では早速ね、やってみましょう。ね、まずとにかく円形と手前を、まあ、分割していったこの線なんですけども、まあ、この辺りにあって、こっちにこんな山があるんだね。これはもうちょっとこう突き出した方がいいかな、このくらい。でなんかこんな風になってるかな。こうだよね。こう、信用自体がなんかこうなってると。でですね、先ほど言ったね、こことこっちとこっちはこう分割するっていうね、まあ、それを避けるためにも、それから雄大なっていう感じを表すためにもね、ここにある建物をですね、もっと遠くに持っていこうと今考えてます。どこに持っていくかというと、ここに重なるようにですね、だからこれが分割しないように、ここに重なるように、だから当然この前うちは少し見上げたような感じになるかと思うんですけど、これがいいかな。ここら辺にですね、こんな風にここら辺にこう持っていってですね、こんな感じかな。だってもう一軒これあるんですよね。それをこうオーバーラップして、まあできればこう一瞬ものとして考えてですね、このくらいかな。これ辺にこうやってまとめていくと、そうするとこのうちずっと遠くに行くからね、この風景の一部になってきて、まあもう少しこういいのかなと思います。もう一軒家がありますね。これもじゃあこっちの方に、これにちょっと小さくいきましょうか。こんな感じかな。
それでこうぐーっと手前広くですね、この辺ね。で、広くしながら、まあ、ここに道がまあ行くと。まあ、例えば、少しジグザグつけてこんな雰囲気でしょうか。この間にこう、針葉樹ですね。あ、いいですね。ここにこうあるんだ。ね、こんな針葉樹があって。で、これなんかも、こう、思いっきりこう、大小つけて、こう、書くと、すごくね、こう奥行きがね、さらに強まるしね。まあ、見る人もね、ずっとこの山登っていくんだなってね、そういう雰囲気、ね、共に、体感的な絵になるかなと思います。あと、ここにこう橋がかかってるんだよね。この橋は、ここの道にね、こう繋げてこう行くと。なんかこっち、こうに、こう向けて柴崎、橋かけたいんですけど、こんな感じに。ですね。まあ、川はこういう流れてるんだね。これ、こう、こう、川が流れてきてんだ。まあ、こんな感じかな。ですね。で、あと、こういうところにこう木が生えてるから、こちら、こっちの岸もですね、なんかこう木を生やして、開けてですね、まあね、で、ずっとここに家がなくなるから、まあ、少しこう寂しいなと思うんだったら、こう手前の方からですね、ここら辺からこう木を加えてみるとかですね、なんかそんな方法もあろうと思います。ですね、とにかく手前の方にこう塞ぐような要素があると、特にこの辺に見る人の目がね、バッとこう行くという感じですね。はい。まあ、今のところそんなふうに思ってるんだけどね。じゃあ書きながら、どうなるかね、また検証してみましょう。はい。それで、じゃあ早速書きましょうね。空や雲は大変うまいんだよね。なんか暖色で書いてるんだろうね。こういうかね。わっと書いていると。セロリアンドルあたりで書いてるか、こんなですね、こんなふうに雲を書いて、ここかな。それで雲の日陰の模様ね、ちゃんと書いてるのね、こんな感じか。ざっと書いて、まあこんな雰囲気だね。はい、そしたら円形の山、これもコバルトブルーみたいな色でもう書いてるよね。まあ少し、まあ、ちょっとオーバーアークかなという嫌いもあるので、まあできるだけまあこういうのってね、単純化して描くと、それでこう書いたらもう麓の方一気にこう処理してしまうというようなこともいいかもね。ね。うん。それで、だんだん手前に来るんですよね。うん。これもね、多分実際はこうだと思うんだよね。だから少し明るすぎて形が見えにくいので、もうちょっとだけ暗くしようかな。このくらい。このくらい。が、なんか遠くに行くためにこう、うん、紫系統の色なんかもいいかな、いいだよね。それで、書いてきて、これも単純化だよね。で、手前の方にこう空気があるという雰囲気ですね。はい。ここの草原、草原まず書いちゃおうか。ね。黄色っぽいけど、夏なのかな、秋なのかな、それとも日が照ってこういう風になったという設定なのかな、ちょっとそれは分かんないんだけど、まあ、手前の方はでもだいぶグリーンっぽいので、こんな雰囲気ですよね。で、こう塗って、まあ、この道を少し見せるという配分ですね。こうかな。
まあこれはいつものことながら透明水彩の効果を生かすという点で、こう濡れてるうちに色を少しずつこうね加えていってあげるというやり方は大変有効ですね。そしてだんだん奥の方に行くんですけども、元絵だとこう少し暖色が強まっていくので、もう少し逆に明るいクールカラーの方に変えていくと、もっとこう空間が出るかなと思います。だからこんな感じよね。こんなんでこんな感じね。こちらもこう色がまあ薄めって言ったら分かりやすいかな。薄めで少しクールっぽい色味にしてあげるとぐっとこう遠くに行くですね。こう行くし、大きい筆使いですね。で描いてみると、いやこれなんかもこういうふうに遠くにも行ってるから、上の方に行けば行くほどこう少しブルー系の色でですね、こう置き換えていったらもっとこう距離感が出るんだよね。そのくらいこう割り切ったですね、色使い、ね、空間を表すための色使いっていうのをされるとまあいいと思いますね。うん。で、まあ、あとは大きい、まあ、筆使いで、まあ、偶然にこう色が混ざったり混ざらなかったりっていうのを楽しんでね、描くというわけです。こうでしょうか。はい。ここ川が流れてるのね。うん。ここは手前の方だから色がちょっとずつ変化してるんだ。ね、これ。川岸がこの辺にいるのかな。この辺にいるのかな。こんなんだよね。でこれが手前の岸辺。色を用意してきて、まあ花なんか探しても楽しいかな。これとここちょっと髪の白を残したりしてね、まあそういう提案も絵を見た人には楽しいかもしれないね。こうなんかなんだか分かんないけど、ちょっと複雑になってるみたいなね、そういう捉え方も面白いかと思います。はい。でまあここ岸辺ですね、こうなってると多分こんな感じ。うん。こうあ空間ですね。うん。そうですね。でこう遠くの方を描くんですけども、できれば少しこう、にじんだ効果ね、ウェットウェットの効果で描くと空間がすごく出るだろうと思いますので、ここら辺ですね、こう一回こう軽く筆でこうちょっとトコトコ触ってですね、濡らすですね、こう濡らしておく、濡らして遠くの森描くんですけども、遠くの森はですね、もうできるだけ、あまりグリーングリーンにしないようにですね、少しクールな、ブルーグレーグリーンみたいな色がいいかな。はい、このくらいね。それでこうほらこうね、見るとよく見るとこうにじんでるでしょこれね。こういうのをこう楽しみながら、こうやってですね、うん、楽しみながら、あんまりこう一本一本の木を描くんじゃなくて、こうにじんでる効果を楽しむ。でここまでこう来て、このお家が見えるんですよっていうような感じですね。ここら辺こんな感じね。そしてこっちもですね、今真剣に描いてるからね、ここら辺をねにじませながらこうやってここのお家に至るというわけですね。うん。そうすると、円形と家が一体化するんじゃないかなと思うんですよ。こんな感じかな。また乾いてきたらね、乾いてきたら慌てないで、ここでねまた濡れた筆でここね、こうやってそう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 とかでこう触ってね、なんとなく濡らして、はい、またここにブルーグレーグリーンみたいな色を作ってきまして、うん、ここなんか二股に分かれてるように見えるけど、まああまり気にしないですね。こうやってね、ここのお家をこう
残しながらこう書いて思い切っていっちゃうとですね。こんな感じかな。まあこっちもいろいろあるかと思うんですよね。確かにこう書き込んでくださるね、ちょっと岩の色とかなんかあるでしょうけども、まああんまりそこですね、頑張らないというふうにすると、その方がいいかなと思います。このくらいね。でもこれも細かいもいろいろあると思うんだよね。あると思うんだけど、また後で書いてもいいかもし、今のところ書かないですね。はい。で、まあ円形からね、中形の内側の円形とこう重なり合って一体化したかなと思ったら、ここで内側書きます。はい。内だから、まあよく書いてますね。できればでも、この家、白壁みたいな感じがだから、もう真っ白の壁の方がいいかな。壁真っ白の方がね、水彩画のね、もうなんか、パチッと決まった感じが出るからね。うん。だから壁をですね、もうブルーに割り切っちゃおうか。ここね。はい。ちっちゃいだからね。こんな感じで。これ20号の丸筆で書いてるんだからね。こうやって、こんな感じ。で、軒下を書くと。よいしょ。これをね。うん。こんな感じ。こっち、遠くのお家もあるから、これはもう、大体ですね。あんまり丁寧に書かない。ここも、この家の側面を書くと。まあ、こういうわけだね。で、軒下を書いてと。これが落ち方だったわけだね。こんなのいいかな。うん。で、あとどうしよう。どっち買っちゃおうかな。じゃあ、こうブルー手にしたので、ここ皮書くか。ね。これサラサラっと流れてるんだよね。だから、こうドライブラシなんかで利用して、このくらい。ね。こう紙の図のところを残しながらですね。こんな感じかな。もうこっちの方もなんか、紙の白でもいいんだけどね。うん。あまりこう、丁寧に書かなくてもいいんですけど、うん。これもこう、ついね、面白くて頑張っちゃうんですけどね。まあ、ほどほどにですね。割り切って、こうかまかない。はい。橋があるんだね。橋は、まあ、こんな色。これも、できるだけこう、さっくりとね。うん。さっくりと。あまりこういい、橋の構造をですね、あんまりこう意識的に描くと絵がちょっとガッチガチになっちゃうからですね。こう側面をちょっと描いてと、こんな感じかな。ね。はい。ちょっと変わるね。また一緒に似てる。さて。で、こう、ね、うん。あと、ここら辺がこうなってきて、家もなったんで、家のここの屋根ね、色塗るからちょっと消し込みだから消すね。色が見えないといけないから、ここね。ここ。はい。ここですね。これ見るとなんかオレンジっぽいような屋根してる？してる。こういう時もですね、あんまりこうきちりじゃなくて、はい、こうなんか色を置くような感じ、こうもうね、紙の白はこう残ってていいから、こうやってね、こういう時でもきっちりこう固く塗りたいですよね。よく気持ちわかるんですけどね、こういう時もね、こうちょっとこう塗るだけ、その方がいいかもね。見てる人ね、とても気が楽になるから。ね。もうちゃんとしたうちだって分かってるからね。分かってるのもですね、いや、またちゃんと書かれるとね、なかなか大変なんで。はい。だからこれも、こんな感じで。
狙えたくなってもいいよね。はい。色としてね、こう面白そうかなと思うとこは、ちょっとやってみると。こんな感じ。あ、まとまったんだ。なんかもう、ちょっとこう色置く感じだね。このくらい。からこの大きい下。こうかな。こういうのこう、ちょこっとこう描くとね、きっと、こう、うまそうに見えると思うんだよね。できるだけちょこっとこう描くようなですね。はい、こんな感じかな。これ描くか、これに描くどうだろう。そしてこう描いたので、ここにグリーンがありますよね。これはとても明るいこの草原のところだから、この暗いグリーンを描くことでこの家の存在感をさらに強調できるので、ここは絶対描いた方がいいよね。こうやってですね、こっちの方になんかちょっとぐらいここのうちとのこう関連性を持たせるような感じね。こんな感じかな。ね、こういうのってね、こう、そういう雰囲気作りだから、こうあんまりオーバー感ならないんだよね。ここのとこにもこう木が立ってるもんね。これも木描こっか。これもできれば、ポンとこのように描く。こんな感じがいいかな。こんな感じとかね。はい。台紙をつけて描いてみる。でも、こうやってちょっと日陰っぽくしようか。でね。引っ張ってくる。あとこう手前にもあるね。行ってみよう。ここら辺こうだよね。でまあなんかいろいろ描きたいでしょうけども、これもタッチ生かしたやつね。こう音ほどにする。あんまりこう緑にこだわらないですね。もう緑ここにいっぱいあるからね。いっぱいあるので、あんまりこう腹いっぱいにしないようにしてですね、はい、こう、逆にブルーなんかの色ですね、そういう色の綺麗さね、そういうのを見せるをちょっとこうこんなことやってもいいよね。こんな小技テクニックをちょっと見せるね。こんなところにこう小さい木とかですね、なんかこう、灌木のようなものとかですね、なんか書いてこのお家をこの 道を少しこう塞いでみせるとかね、何かそういうこう少しずつのものがあると、絵は楽しいかなと思います。こうね、見たいところをちょっと邪魔してあげるとかね、見ると一層見たくなるんですよ。また不思議なもんですね。これこうやってね、道がほら、なんとなく見えるでしょ。このなんとなくはいいですよね。このくらい。こうやってね、こう、明るい道がね、こう続いていくんだけど、それがなんとなくある。そこら辺のね、兼ね合いをね、大事にね、だんだん書き込むときには、そこら辺をこう見ながら書くということですね。でここに木描いたら、ここにこう日陰なんかこう落とせるしね、こう絵がずっとこう複雑になりますもんね。こんなにこう描くかな。だからこうね、広い、草原のところにも、こう小さい木がこうポポッと生えてるとかね、少しこう何かこう変化をつけるようなこと、いいんじゃないかなと思います。こう斜面に沿ってね、なんかこうあるところってね、こうやるとこう見た人がいろいろとあれかなこれかなみたいなね、こう想像してくれますからね。そんなものをグッ
手前もここにもここにもですね、こう木を立ててこう塞いでみるね、画面を塞ぐ。髪をこう塞ぐとここが広く見えるんだよね。うん、そういう設定です。こうやってですね。こうやって塞いでみせる。こう側面ですね。革の側面があって、足の下があって。こういうことね。で、川がちょっと流れてきてるよね。よいしょ。こうだね。で、この橋を使って目がね、お家の方に向かってくれたらもう言うことなしですね。はい、まあ、こちらまた木でこうやってなんか灌木なんか書いてね、まあこの人もこうね非常に上手に灌木をここに書いてありますので、ただこうこれ書くときあんまりここね、まあ、力入れてね、あんまり説明的にならないようにね、うん、あくまでももう脇役中の脇役っていう感じですよ。こう手前だからなんかこう細かく書くといいだろうと思いますけども、でもあんまりやりすぎると絵が煩雑になってしまいますので、あくまでもこういうものを通して向こうに目が行くという方向のこの目の向け方ですね。はい、それがとっても大事だと思いますので、それをこうあくまでも失わないようにですね、最後こうやって絵をまとめていく方向の方がむしろ大事かと思います。よいしょ、このくらいですね。さあどうかな、綺麗な風景画に見えればいいんだけどね。はい、でこれでねこの絵の出来上がりです。はい、ね、描き上がりましたよ。どうだった、面白かったかなね。でもこれはあくまでもね柴崎独自の解釈ですからね、まあそういう点で、楽しんでくださいね。ね、爽やかな夏の風が吹き渡る、アルプスの風景でした。柴崎はね、このようにあなたからの作品をお待ちしてます。詳しくはね、この動画の概要欄に記しておきますので、そちらからお願いいたしますね。はい、ということで今回も最後まで長い時間ね見てくれて本当にありがとう。ね、お元気にお過ごしください。そしてまたすぐにね、次回違う作品、違うテーマでお会いしましょう。はい、それではまたね。どうもありがとう。はい。